どうしたろ、あんなに着込んでたのに。いや、マジか。俺昨日池ちゃんと飯食べました。いや、病気だろこれ。池ちゃんもらってるよ。お前よくしてやってたから。そういや、池ちゃんも同じこと言ってたな。首のない男が追いかけてくるって。昔この公園で首なしの死体が見つかったんだ。頭の方は駅のコインロッカーで見つかったらしい。ひょっとしたらその体だけの幽霊が自分の頭だけ探してるかもしれないな。